チャオあっちゃんです。今日は、今日はあの大浦のいつもの大浦の道の駅で、大和マナーを買ってきてるけども、大和マナーってね、結構ね、あっちゃんは奈良で生まれて奈良で住んでるから、大和マナーって結構奈良の伝統野菜、もう昔からあるお野菜やねんけども、だから結構知ってるし、よう食べてたやんけどもね、結構ね、奈良以外の人で知らん人がいっぱいいてるみたいだし、見たこともない人が結構いてるみたいだけど、大和マナー、すごくね、いい食材なんで、よかったらと思って紹介させていただきたいと思います。これね、あちゃんも知らんかって今調べてんよ。だからね、小松菜とかよりやっこいしね。で、シャキシャキした食感で甘みがあるって書いてあるんだけど、その通りやねん。シャキシャキして生でも食べられんねん、これ。だからそのまんまサクサクって切って、洗ってサラダにできるしね。で、お浸し、結構お母ちゃんはこれね、お揚げさんと一緒に煮たりとかね、使ってた。で、お浸しにしてね、さっと茹でて、醤油かけて、かつおかけてね、お浸しにしたりとか。でね、豚肉とかと一緒に炒めたりもあったね。鍋物にもいいだよね。うちはね、鍋物で食べたことはないかもわかんない。鍋に入れてみても美味しいと思う。マナーね、結構多い、食べやすい、葉っぱなんでね。うん。で、これね、あっちゃん結構これサラダにしたりするんだけども、これの栄養価がすごくってね。うん。プロリンっていうアミノ酸が豊富に含まれてて、このプロリンっていうのは、コラーゲンの主成分やねって。で、色素成分がネオキサンチン、ね、には、抗肥満作用があんねって。また油中の野菜に特徴的な解毒作用のイソチオシアネートを含むためデトックス効果が期待できます。さらに白血球を活性化し免疫力を高める働きもあるんです。だからこれをね、ジューサーにバーンかけて、ジューサーとかミキサーにかけて、フレッシュジュースにして飲んだら、すっごいね、朝からね、に、フレッシュジュースの時にこれを、何本かね、加えて一緒に飲んだらね、免疫力かかるいい野菜ジュースができるんちゃうかなと思います。はい。で、カリウムのね、含有量は野菜、葉物野菜の中でもダントツやねんて。で、カリウムじゃない、カルシウムね。ごめんね。カルシウムはビタミン D と一緒に摂ることで吸収率が上がるので、椎茸、肉、野菜などの良質なタンパク質と組み合わせがおすすめです。だからお肉とか椎茸と一緒に炒めたり、お魚と一緒に煮物にしたりとか、煮付けにしたりとかね、そういう時にもいいかもわからない。ということで、女性にとって嬉しい成分だらけなんですってことはね、女子力アップに。大和マナ、奈良でしか手に入らないかもわからない。奈良の伝統野菜。ぜひ、奈良県大宇田さん、大宇田道の駅まで来てお買い求めください。これ何本 ?4 束入って150円。ね、なんと今なら女子力アップ付きってなんで、なんか夜中の通販みたいになってるけど、ぜひ、お母ちゃんから電話かかってきたんで、ちょっと待ってね。いたろか。はい、お母ちゃんから電話があってね、ちょっとね、向こうから行ってきます。ということで、夜中の通販みたいになってるけど、大浦の道の駅に来てぜひ買ってください。大浦の道の駅から何もいただいておりませんが、あっちゃん大浦大好きなんで、奈良観光大使、大浦観光大使、あっちゃんが、3時をお知らせします。あっちゃんが、大浦の道の駅、何を言ってんか分からなかった。道の駅でお買い求めください。大浦観光大使、あっちゃんからの、お知らせでしたでもないな。はい、どっちにしてもね、体にすごくいいんで、大和マナ食べてみてください。はい、では、お母ちゃんからの電話でグダグダになっちゃいました。ということでね、トイレ介護に呼ばれたで、行ってきます。では、またね、バイバイ。